ブルックアベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ペラム線の駅である。ブロンクス区、モットヘイブンの東138丁目と、ブルックアベニューの交差点に位置し、6系統が、終日停車する。駅は、ペラム線が3番街マイナス138、13丁目駅からハンツポイントアベニュー駅まで、延伸開業した1919 19年1月7日に、開業した。 相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の地下駅で、中央の急行線は、ラッシュ時に、6系統が通過している。駅は1960年代に、ホーム有効長を延長している。また、南北ホーム間は、改札内で行き来することはできない。1981年に、または、地下鉄内で、 最も老朽化した69駅の中に当駅を上げている。駅は2015から2019キャピタルプログラムの一環として、その他30駅とともに改装される。改装期間中は最大6ヶ月間は駅は休止される。改装工事では Wi-Fi や携帯端末充電所の設置、案内看板や照明の更新が行われる予定である。しかし、 この改装工事は、資金不足のため2020から2024、キャピタルプログラムまで延期されている。駅の改札口は、南北ホームで、それぞれ独立しており、両ホーム中央に改札口がある。それぞれの改札口に回転式改札機と切符売り場、地上への階段2つがあり、北港ホーム側は東138丁目と、ブルックアベニューの交差点南東、 南西に南広報部側は同交差点北東北西に接続している。ありがとうございます。